はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。いや、レオンチャンネルいつ CSM アークルの動画出すのよっていう風にね、みんなが思ってると思いますが、まあいろんな理由があるんだけど、端的に言えば、アークル、CSM アークルを開封するにあたって、船船さんの思い、もうこの商品にかけた思い願いみたいなやつを、僕自体がまだ全て理解しきれてないというか、それを全部気持ちをなんか船船さんのそのあたりあもうすごいオタクじゃないですか、空画オタクみたいな、あの読んでるとブログ、その気持ちをなんか理解した上で開けると一番自分もテンション高いのかなと思って、まあ、あと新校長の時にも空画見返したんだけど、今 CSM でまたはちょっともう4年ぐらいまで忘れちゃってるから、ちょっと今また少しあのフォームチェンジとか各フォームが出るところとかをピックアップして見返してるのもあって、開封がね遅れてる感じですね。まず買ったもの、今日おもちゃねたくさん出ましたから、買ったもの見てこう。でまずこれだ、あの一番重要なのは再販版のエボルドライバー。さすがにエボルドライバーは朝一から人が並んでて瞬殺だった。僕もなんとか買えたけど、もう一瞬でなくなったね。20周年記念バージョンって書いてあって、パッケージもちょっと変わったんだっけ。で、6450円で、標準の仕様でボトルカチャカチャ動かすと、フリーズしちゃうっていう症状があるんだけど、それが治ってればいいなっていうのもあって、買いました。で、こっちはまだ割と余裕だったかな。デラックスバグルドライバーツバーイ。これも、当時買えなかった人が多かったので、再販嬉しいですよね。5850円。こっちはまだ売ってましたけど、エボルドライバーは多分もう売ってないんじゃないかな。朝一行かないと。そしてね、ディエンドがなんとやっぱ登場するんすよ。いや、このタイミングでディエンドライドウォッチ入ってくるから、タイムマジーのゲイツモードに、いや、ディエンド出るんじゃないかなって言ってましたけど、ネオディエンドライバーを引っ下げて、あのメタリックブルーのやつ。やっぱ、こっちもネオになってた。てか、10周年記念ライダーがバンバン20周年記念ライダーに絡んできますよね。で、ディエンドライドウォッチがついて、ゴッキュッパーが53%で、タイムマジーン、ゲイツモード。第1話から欲しかったけど、やっと、発売してくれましたね。嬉しい。RKF のジーニアスフォームとマキシマムゲーマーとブッドバソウルも買いました。新しいやつ。そして、ウルトラビークル。これもね、シリーズが続くかどうかわかりませんが、ヌードル結構好きだったんだけど、すぐ終わっちゃったしね。ビークルで、いきなり結構ウルトラマン系とか怪獣系が出ましたね。ジードやら、ゼロやら、ゴモラやら。あとはベリアルやら、それと組み合わせて遊ぶことができるって、あ違うのか、ビークル系と組み合わせて遊ぶやつかと思ったら違う、ベリアルキャッスルって言って、ベリアルのいろんなセリフが鳴ったりとか音が鳴ったりとか、ソフビと組み合わせて遊ぶやつだ。なるほどね。もうでもベリアルも僕の中で悪役引退した感があるんですよね。ジードで最後で浄化されたから、なんでまだビリアル引っ張るんだと思って。もう新しいあのトレギアが新しいねワルトラマンとして君臨するっぽいですから、トレギアに移行しちゃってもいいんじゃないかなって感はありますね。まあ、とりあえず再販版の変身ベルトが出ましたよっていうのと、新しくねゲイツモードのタイムマジーンがね発売しましたよって感じですね。とりあえずこの辺は再販版もまあ一応確認がてらレビューしようかな。ということで以上レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。